最高最高でした。本当に最高でした。もう最高でした。7回からバンバン点入ってすごいですね。しかも若手の選手がね、私より年下の選手もたくさん打っててさ、すごいなと思いました。いや、クライマックスシリーズ行ってほしいっていうか、あのなんか野球の七不思議というか、まあ、不思議ではないけど、なんだろうな、あのリーグ優勝しなくても日本一になれるという、なんかすごいですよね。よく考えたら不思議だなって思うんですけれども、そうだからカープはまだ日本一になれるかもしれないっていう期待がすごいありますね。この調子で頑張って嬉しいです。でもヤクルトさんもあのマジックは3になっているのでね、あとちょっとですよね、そう優勝まで。もう今ヤクルトファンの人はもういつがその優勝の日になるかドキドキでしょうね。毎日毎日がサイリウムの場であの人いいね、ありがとうございます。そう私もカープが優勝しそうな時もいつがその優勝の記念の日になるのかっていうのをねすごくねドキドキしてたのでね、やっぱりね嬉しいよ。だから今ヤクルトファンの人はもう毎日ドキドキですよ。毎日もう仕事も手につかない感じですかね。私はちょっとカープが優勝しそうな時は仕事が手につきませんでしたので、仕事というかアルバイトとか勉強とか何も手につかなかった。野球のことしか考えてなかった。あれちょっとねどうですかね。でも今日マジック3はまだあれかな、変わらないのかな。カープに負けても他のチームの状況とかも変わらずマジック3のままなのかな。どうだろうか。マジック3かなのままかな。いやでも3もうあとちょすぐですよね。ヤクルト様ね。阪神勝ったんだ。阪神勝ったらじゃ変わらない、マジックさんのままか。まあ明日以降に繰り越し、土日とかになるのかな。優勝土日だったらねちょうどいいですよね。子供たちが見れるからわかんないけど、そんなうまくいかないと思うけどね。どうだろう、土曜日とか日曜日とかに優勝になったらすごい街も盛り上がるし、子供たちも生で見れますよね。まあでもナイターだったらね平日でも子供たち見れるけど、まあちっちゃい子とかはもう10時とか寝てしまうかもしれないので、デーゲームで土日とかだとちょっと子供たち嬉しいですよね。ヤクルトファンの子供たち嬉しいですよね。そうさすがに嬉しいです。紫のアバターの人いつもギフトありがとうございます。レインボースターありがとうございます。マジックの説明をお願いします。マジックっていうのは優勝までのまあカウントダウンみたいな感じですね、簡単に言うと。セリムナバターの人綺麗だよ、ギフトありがとうございます。私のアバターの人レインボースターありがとうございます。ドラゴンズは負けた。あドラゴンズは今日負けちゃったのね、残念ですね。
こっちの方はあんまり野球のテレビをしないのかな、地上波で。どうなんだろうね。みんなは何で野球を見ているの？ラジオとかかな。もうね、広島にいるときはね、毎日どこかしらのね放送局がで、ほぼ毎日カープやってたからね。そう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 。だからね、まあ県民性とかもあるんですかね。そう、こちらとかに住んでる人は何で野球を見れるんだろうかなと思って。多分広島だけなんだと思うけどね、こんなに。わかんないけど、毎日どこかしらがほぼ必ずやってるんですよね。どこかしらのテレビ局さんがカーブ絶対あるんですよ、ほぼ。ない日はたまにあるけど、ほぼ毎日絶対どこかしらの局で流れてるんですけど、カーブが。そうそうそう、こっちに引っ越してきてからね、野球があんまり流れてないなって思って。そうそう、だからね、何で見てるんだろうなと思って。ラジオ、あ、ダゾーンとかか。そうそうそう、スカパー、あ、速報で見たりね。全体的に今って地上波で。そうなんだ、うん、カープはほぼ毎日やってる。今も多分やってると思う。どこかしらの局で必ずねやるんだよそう、絶対テレビつけたらやってるからね。そうなんだ。そう、私はだからね、今は今日はダゾーンでね見ました。そう、野球のねアプリとかを使ってね見てます。そう、見てます、見てます。馬のアバターの人、ハートありがとうございます。東海テレビ、あ、もちろんね、全くねやってないってわけじゃなくて、そのもちろんね、こっちのでも放送するときあるんだけど、毎日がないなって思って。そうそう、私はね、だから今日はねダゾーンで見ました。でもやっぱちょっとねラグがあるんですよ。だからね、あの、私野球の速報もアプリ入れてるんですけど、速報が先に来て、あの、得点何点っていう速報が入った後にダゾーンでその試合が流れるから、ちょっと興奮がちょっと、あの、冷めちゃうんですよ。やったーっていうあれがない。もう点が入るって分かって いてみるのでね。そう、だからちょっとテレビがいいなって思うんですけど、うん、ちょっとのラグ、まあ本当にそんなですけれども。ももたんのアバターの人、帽子ありがとうございますそうそう、でもなんかそっちの方がちょっと、なんだろうな、心持ちができますね。そう、ちょっとなんか一瞬目離した時とかもあるじゃないですか。でもそういう時になんか、テレビとかだったらもうすぐバーンって出るから、うわ見逃した今の一瞬とかたまにあったりすることもあるけどさ。そうだけど、あれですね、あの、速報来てからだとさ、あれですよ、速報が来てからだとさ、やっぱり、あ、今からいいシーンが来るんだなっていうのが分かります。そう点が入ると、あ、今からこの選手が打って点が入るからちゃんとよく見ようとか、そう、心の準備ができるのでね、ちょっとそれはちょっとおすすめポイントですね。あ、男のアバターの人、この男の人はいつもギフトくださるけど、何のアバターなんでしょうかね。何のアバターの人って呼べばいいんですかね。
方が動画より流れるとそう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 。でもなんか速報がないとリアルタイムの時間なの時間感覚が分からないから、ツイッターとかでみんなが盛り上がってる話が分かんなかったりするから、ちょっとやっぱね速報は外せないんですよ。そう、どれぐらいの時間に大体試合が終わったのかなとか、そうそうそういうなんかリアルタイムのみんなのリアルタイムも知りたいし、ラグがあってもちゃんと見たいしっていう、なんかそのなんていうか、テレビだとラグないから同じことを思ってて、ツイッターとか見てもみんなが同じところで盛り上がってるけど、まあラグがあるとね、どこで盛り上がってるのか分かんなかったりするから、やっぱ速報がないとねちょっと厳しいですね。まあだからねしょうがないですよ、まあ、見れるときはテレビで、放送あるときは見てるけど、そうそう、まあでもね見れるだけねありがたいですよ本当に。今日は勝ってよかったです。残り試合連勝して CS 以降、いやもう本当にそうですね、いや選手は寒いと思うんですけど頑張ってほしいです。絶対に寒いよね。まあ選手はちょっと動いてるからあったかいのかもなってちょっと思ったりもするけど、でもねなんか監督さんとかそのコーチとかさ寒そう、ジャンプは着てるけどさ寒そうですね。見てる側も寒いけどね、いや運動するスポーツの外のいやものってなんか動いてる側はなんか汗かいたりしてちょうどいいけど、見てる側とかさそのベンチにいる人ってめっちゃ寒いから寒そうだなって思って見てましたけれども、寒いんだよ。ね、なんかジャンパー着てるけどそれでもなんか寒そうだなって思った。東京も寒いしね、しかもヤクルトの本拠地は外だからドームじゃないから余計に風が寒そうだなと思ったりしましたけど、どうなんだろうね、ドームで野球見たことないから冬だったら寒くないんだとかわかんないけど、そうだけどなんか寒そう、ヤクルト飲み放題でも寒い時、ヤクルト飲み放題とかあるの？ヤクルトの試合見に行ったら、えすごいね、え適当に言ってるだけかな、すごい、それは本当なのか何なのか分からないですけど、ヤクルトのベンチ裏、あそういうことね本当にあるのかと思った、本当にあるのかと思いました。そのなんかその球場のどこかにさなんか飲み放題コーナーみたいなのがあるのかと思って、お客さんが飲めるのかと、なるほどね、ありそうってことね、そういうことね、いやないと思いますよ、どうだろう、何ヤクルトってなんか1日にそんな飲んだら飲まない方がいいみたいなやつあなかったですけど、1日だいたい1本までみたいななかったっけ、決まりないのか、乳酸菌飲料みたいな飲みすぎると、あ忘れちゃった。あ先日教えていただいた世界の山ちゃんに行ってきました、ありがとうございます。美味しかったですか、
まあ飲み放題っていうかね、飲めると思いますけど、試合中になんか何十本もヤクルト飲んだろう、飲む選手はいなさそうですね。試合前に1本とか2本とかはありそうだけど、どうかな、分かんない、どうかな。どうかな、いいよね、ヤクルトすごい好き、美味しいよね。つば九郎かわいい、かわいいですね、かわいいですね。でもマジックさんだからな、すごいな、すごいね。パリーグはどんな感じですか？セリーグはもうね、最後まで分かんないね、どこのチームが CS 行けるのか分からない時々がありますけど、パリーグはどうですか？こんばんは。千葉ロッテが、千葉ロッテが1位、千葉ロッテ。パリーグの順位ってどんな感じなんだろう。1位が千葉ロッテ、2位が2位が分からない。1位が千葉ロッテ、2位がオリックスが1位だよね、やっぱ。おお、いろんなコメントがあって分かんない。あ、オリックスが1位だね。オリックスが1位、2位が千葉ロッテ、オリックス、オリックスロッテだから、ロッテには、めちゃくちゃ複雑。2位にマジック、なるほどね。なんか難しい、なるほどなるほど。それってでも、それって私のアバターの人、ハートありがとうございます、100個も。ありがとうございます。でもそれってどうなるの。でも2位が優勝、難しい難しい。2位に、あ、残り試合が多いから、それってどうなるの。それってどうなるの。2位に、難しいね。ロッテの試合数が多くてもマジックがついててさ、どうなるんだ。それってオリックス残り1試合、あ、なるほどね、マジックはついているけれども残りは1試合だけれどもみたいなことか。そんなことがあるんだね、すごいね。かわいい、コーギミュンのアバターの人、レインボースターありがとうございます。難しいよね、オリックスは残り1試合、なるほど。残り1試合すごいですね。ね、レアなケースだね。そんなこと聞いたことなかった。オリックス。暑いね。だってここね、ここ数年でオリックスさんとかもね、すごいね、暑いね。セリーグもパリーグも暑いですね。そうですね、すごいな。
面白いね。あ、面白くないですか。すごい、なんか前回オリックスが優勝したのっていつなんだろう、セリーグで、あ、パリーグで、いつぶりなんだろうね。パリーグのファンの人はいるんだろうか。パリーグさんでさ、オリックスファンの人とかいるのかな。オリックスファンの人さ、オリックスさんがさ、前回、今年までに何年ぶりなんだろうか。あ、イチロー選手が、ほらね、すごいよね、すごい。で、ヤクルトさんはいつぶりなんだろう。1個前、何年ぶりの優勝なんだろう。そんなになのかな、ヤクルトさんは。25年ぶりってカープも優勝したの25年ぶりだった気がする。ヤクルトさんはいつぶりなんだろう。今年優勝するとして、1個前の優勝っていつなんだろう。ヤクルトは、お前が、ヤクルトはそんな空いてないんだよ。でもそれでも6年ぶりか。もうなんかすごいね、すごくいいですね。あ、そうなんだ。じゃあオリックスのファンの人相当嬉しいですね。ね、いや、両方ともね、まあちょっと時間が空いての優勝って嬉しいですね。わかるよ、そんな気持ち。いやー、すごいね。なるほどなるほど。いやー、すごい、やっぱりそのなんだろうね、すごい、なんかいいですね、なんか素敵なことだ。おお、これはね、もし優勝、まだ決定しないけど、優勝した時にはもうオリックスのファンの人も嬉しいし、ヤクルトのファンの人も両方めちゃめちゃ嬉しいですよね。ねえ、いいね。コロナがなかったらお祭り騒ぎができてたんだろうに。コロナの優勝だから、コロナ禍での優勝だから、なんか家でじっとしてお祝いしてねって言われそうですけれど、いいな、すごいね、感動するね。私だったらもう泣いちゃうよ。そうそう、広島が3連覇した時はもうずっとコロナの前だったからさ、もうずっとお祭り騒ぎみたいなんできましたよね。そうけどもね、特に最初に連覇した、連覇じゃないや、そう、ここ最近にね、初めて優勝した時にはもうすごかったな。もう1ヶ月ぐらいもうずっとカープセールしてた気がしますね、かれこれ。街に出たらずっと服が安く買えるし、なんかずっとみんな盛り上がってたな、あの時は。覚えてないけど、あんまり、もうすごかったんだよね。夜までずっと、夜までずっとお客さんじゃない、ファンの人待ちにいたし、ね、そうそうなんですよ。めっちゃお祭り騒ぎでしたねえ。
それがね楽しいんだけどね、今はもうコロナ禍だからもうできないですね。言えんですね。優勝特番夜、いやもう朝まで見てた、朝まで朝まで見てました。私はまあ私は優勝生でこの目で見たので、あ忘れない、忘れないわ。私はね、もうなんかあの時だけだったんだなって思いますね。これからまた何年も、まあ毎年さカープあるしさ、うん、毎年野球あるし毎年優勝する可能性あるけど、やっぱり大人になればなるほどさ、その場に立ち合わせることってすっごい難しいと思うんですよ。だからあの時本当にいてよかったなって思いますね。そう、もう無理してアルバイトとかもめっちゃ調整して、カープの試合に合わせてアルバイトのシフトとかも入れて、そう全部、でもあの時やしといてよかったなってめちゃくちゃ思います私。そう、もう 今はもうこういうお仕事をし始めたし、そうなかなかその優勝にとかね、うん、カープの見に行きたい試合、ここどっていう時の試合に合わせてね、あの行けることなんてねもうそうないと思うから、まあ将来ね超大人になればあるかもしれないけど、なかなかねこう社会人になったり仕事をし始めると難しかったりするからね、やっぱりねあの時に見ておいて本当に良かったと、一生忘れない私あすごい、犬のアバターの人ミラーボールありがとうございます。一生忘れないわ。でも将来いつか子供ができたら子供には見せてあげたいなって思いますね。あでもこの時点でも子供を無理にでもカープファンにさせることを確定した発言をしてしまいましたが、まあ子供もきっとカープファンになりますけれども、そう子供には見せてあげたいなって思います将来。あと孫にも見せてあげたいですね。孫ができたら孫と一緒にね、あの野球見に行きたいですね。犬のアバターの人綺麗だよギフトありがとうございます。飛ばしてよ、あれ楽しいですよね。そう孫、おふさん孫が欲しいんですよね。セリウムのアバターの人いいねありがとうございます。そういいよね、いいよね。将来の旦那はカープファンでないといけないのか、どうだろうね。でも私がもう生きてきた世界ではもう家族みんながカープファンですよっていうか、あれしか環境でしか知らないからもう分からないな。そう分からない。でも私はね旦那さんが欲しいよりね、あのおじいちゃんが欲しいですね。うん、おじいちゃん欲しいです。あのなんだろうな、今の自分おじいちゃんじゃなくて、なんていうの、私もおばあちゃんになっておじいちゃんが欲しいですね。だからこの自分の頭の中で将来の設計図が旦那さんっていうよりもその人がもうおじいちゃんになっている、あのおじいちゃんと結婚したいですね。友蔵みたいな人と結婚して、あのマルコみたいな孫と一緒に毎日過ごすのが夢なのでね。そうなんか私結構
ぶっ飛んでるのでね、なんか将来の設計ですね。おじいちゃんしか思い浮かばない。そうそうそう、友蔵がいいな。友蔵みたいな人とちょっと結婚しますね。あ、お花のアバターの人ハートありがとうございます。そうそう、とにかく早くね老後になりたいんですよ。もう今なってももう全然いいですね。そう、明日から私も急に80歳の生活になりますよ、はいどうぞって言われたら、なんか全然いいですね。全然いい、もう望むところですね。そう、そうなんですよ。もうなんかもう本当に本当にいい、そのぐらいなんかいいですね。うん。嫌だ、だって、いいよいいよ、体動かない、体は動かなくていいんだよ。もう生活するスペースはもう縁側とリビングぐらいだけでね、いいんです。まだアイドルで、いや別にね、おばあちゃんになってもね、アイドルって言ってもいいんですよみんながね会いに来てくれたらね、80歳になってもね会いに来てくれたらファンサービスしますよ。みんなが来てくれるならね、お茶を出す。まだまだ楽しいこと、まだまだ楽しいことある。私が一番楽しそうだなって思うのはやっぱり老後の生活なんですよね。やはりそう、80のフさんに会いに行く頃には僕は、いやそれはまだねちょっとわかんないです。縁側で握手、そうみんな縁側に並んでくれるならね、ラクダに乗りたい。そうラクダ本当に乗りたいんですよね。どうしたらいいかな。以上に、それはお茶飲み友達じゃないよ。まあお茶飲み友達は近所にいるとして、そうそれ以外に私のことをずっとアイドルだと思ってくださるんだったら、私はもう80歳になってもみんなのあれになるよ。あの話をしているんだ。そう、まあねそんな感じでね、私はそれぐらいカープがね好きなんですよ。そう本当にねいいですね。明日じゃないや、来年は絶対にカープを見に行きたいってもうここに公言しときますね。そう去年も言ってた気がするけど、もうコロナ禍が収まらなさすぎた今年は。そう今年の夏はちょっと忙しかったし、コロナ禍がもうすごすぎたので私はもう無理だったのね。来年はこそは必ず見に行く。とりあえずプライベートで絶対見に行く。もう2年も見に行ってないんだから、見に行っても来年もうちょっと落ち着いてたらね、コロナの状況も、そしたらもう一回プライベートで絶対見に行く、行かせてくださいそしてもっとカープを見る。ズムスタで始球式。そう、もう私の肩はもう温まってますよ。
もう温まりすぎてますけど、もう始球式やりたいな本当に。ちょっと計算してみましたが、負担80の時僕114歳でした。いや、もしかしたらいけるね、可能性があるうちはカープ CS チャレンジを諦めないね、本当に諦めない、それは絶対に諦めないです。そう、本当にね、本当にね、肩はね、ちょっと温まってますね。来たるべき時がもう来るまでも私はもう頑張りますけれども、あら、洗濯するの忘れてて今から回します。やめなよ、今からはもう乾かない、明日にした方がいいと思います。鈴木誠也選手が羨ましい。なんで羨ましいの？野球選手になりたいの？野球選手になりたいの？カープ強いです、若手メジャー伸びてきてね、今日見て思いました。トーク会追加したので来月のトーク会を反省会し、やった、そう言ってたよね、この前のそうトーク会に来てくださったんですよ。そう、この方ね、お名前を呼んだらすごい喜んでくださって嬉しかった。そう、覚えてます、来月来るって言ってたから、本当に来てくれるって言っても嬉しいです。フサンが押してる、フッピが押してるから羨ましいってこと？ね、私はね、あのそうなんかこう鈴木誠也選手がね、あの好きですって言ったらね、いっぱいホームラン打つからでしょうとかね、すごい言われるんですけどね、鈴木誠也選手はね、たくさんね、努力、見えないところでね、努力をされているところ、そしてね、4番までね、実力で上り詰めたのがね、本当にかっこよくてね、応援したいなって、ね、思ったんですよ。あと明るいから。そう、最初はね、7番とかね、8番とかで打ってたけどね、めちゃめちゃね、努力してね、しかもそれはあんまりさ、人にこう大々的に見せないっていうかっこよさがすごいですよね。語り出したらちょっと止まらないんですけど、うん、入りたてとかめっちゃカリカリだったのに、どんどん体も大きくなっていって、なんかそう、シーズンが終わって次のシーズンが始まるたびになんか外見変わったりフォーム変わったりしてさ、うん、そういうすごい努力を して自分の力でなんかこう這い上がった感がすごくなんかすごいなって思うんですよ。そうだからね、応援したいなって思うんですよね。幕張でフサンやたらに手振ってたのが印象的になった。あら、幕張でフサンにたくさんね手振りますよ、そりゃ気になってもらえたらいいなと思って、もう楽しむことが一番なので、トーク会はやっぱり。そうそうそう、さんが始球式してくれる日が来たら間違いなく感動しなきゃ。頑張る、いっぱいいっぱい頑張ります。いっぱいいっぱい頑張ります。カープはそういう、そうでもカープはっていうかね、どの野球選手もね、めちゃくちゃ
そうだと思うんですけれども、なんかそう、なんか幼いながらに私はなんかかっこいいなって思いましたんですね。だからね、押してすごいね、いいなって思います。なんか上り詰める感じがもう好きなんですよね。そう、なんか最初からすごいっていう人ももちろんすごいけど、こうじわじわ下克上していく感じが惹かれますね。かっこいいなって思いますね。そう、なんかね、今はあの野間選手のレギュラーをぶち取ってほしいんですよ、私は野間選手、私注目してるのね。ちょっとね、レギュラーを今度こそぶち取ってほしいんですよね。そう、ダイソーばかりで出てた時もあったのにさ、ちょっとね、ちょっと前の話になるんですけどね、まあ打順のね、上位打順とか任されてた時はね、野間選手来たって思ったんですけど、最近またね出れないくなっちゃったのでね、またね野間選手には絶対頑張ってほしい。もう本当に嬉しかった。そう、試合に出れてもダイソーだけとかね、その走るだけの一瞬のためだけしか出れなかったとかあったのに、そっからさ打順1番とかになってさ、本当になんか感動したの私は。もうその感じだからもう絶対まだ私は信じてますそうなの。気づいたら愛知のトーク会来週だ。そう、もう来週です。もうなんかもう早々さんです。もうそう、早い。もうでも FC 岐阜さんのイベントとかはもうなんかまだ来月だって思ってたのに、もうちょっと早いよ、ちょっとやばいやばいです。特会でのふさん本当に素敵でした。会うことができてますます大好きになりました。ありがとう、嬉しかったです。私も非常に嬉しかった。応援している選手が活躍すると嬉しい。そう、嬉しいです。ふさんのおかげで会社のカープファンの方とお話し合って、嬉しい。来てくださいましたよね、この方も覚えてます。メールもね取ってくださってる、嬉しいです。新しく嬉しい、本当にありがとう。31日の冬ちゃんと奥会4部5部買いました、ありがとう。31日は頭巾の日ですね。頭巾の日です。楽しみに待ってます。みんなありがとうございます。今は11月の終わりらへんの週のトーク会の受付がまだまだいっぱい受付しているので、たくさんの人に来てもらえるように頑張りたいなと思っているところです。メールでね、なんか着てほしい服あったらっていうのでまだ募集しているのでね。そうその集計結果出たら、まあ今週中までに何個かに候補をこう上げて、何個か候補を上げてみんなにまたあのリクエスト投票してもらおうかなって思ってますね。そう、10月はありがたいことにちょっと完売も出たりしたので、11月はまあ今回のシングルの最終日もあったりするので、そう、11月も同じように、まあ、1個でも多く完売出せたら嬉しいなと思っているので、みんなで一緒に頑張ってくださったら嬉しいなと思いますし、みんなの頑張りに応えられるように、私もなんかこう楽しめるような服着たりとかして、そうやっていきたいなっていうふうに思います。来月28日まだ買い増しできる、うん、できます。嬉しいですね、会いに来てくださったらすごい楽しいですね。
保育士、あ、保育士の格好、うん、逆は多かったんですけどねどっちもありですね。そう、昨日かな、そう、メール、そのメールにの返信になんかこうリクエスト書いてくれたら、そう、なんかこう参考にするよってね言ったのでね、ぜひもしあればね、なんか言ってみてください。何個かピックアップしてまた確定したのを出せるようにするので、富士山の球場での応援スタイル見てみて、あ、カープグッズにカープグッズ に身をまとって、確かにいいですね。ぜひぜひ寒くない格好、そう、ありがたいですね。そう、みんなめっちゃね、寒くない格好でいいですよって言ってくださってありがたいです。でも大丈夫、元気もりもりなので。多分あれですよね、幼稚園の先生の格好でっていうのは、まあエプロンみたいなことですよねうん、逆はあったんですけどね、幼稚園児になってくださいっていうのはあったりしたんですけど、確かにそれも面白そう。今回のトーク会がもし終わったら、もう次はいつになるか分かんないですからね。そう、良いお年をになる気がしますけれども、分かんないけど、次のシングルがね、まではね、毎回そうだから、とりあえずね、一回一回大切ですし、今回の11月末が終わったら、もしかしたらね、良いお年をって言って終わるかもしれないのでね、ちょっとね、ちゃんと良かったなって思って終われるようにね、頑張ろうって感じです分かんない、それはちょっと誰にも分かんないですね、私にも分かんないけど、もしかしたらですよ、11月の終わりですしね、もしかしたらタラタラさんです。そう、もしかしたらタラかもしれないなっていうね、気持ちもあったりするので、まあ最後の最後にみんなの元気な顔見えたらいいなと思いますけどね、私も頑張りますふん何が面白いんだろう、私ちょっとなんか面白くもない時に笑うの本当にやめたいですね、笑いのツボが浅いです私は。そうですね、頑張っていきましょう。ねずこがいいけども、ねずこはもう2回やりましたねずこはもう2回やっちまいました。やっぱりね、同じ服もね、なかなか何回もはね着ないと思うのでね、やっぱり会えるうちにって感じですけれども、お疲れ様です、ありがとうございます。最近は皆様どういう感じでしょうか、毎日楽しいですか、劇場公演なかなか当たらないからトーク会行かないと嬉しい、あ、オンライントーク会、あのチェキ茶会もね、あのキャンセル分の追加がね始まりました、チェキ撮れます、一緒に写真撮れます、オンラインで
そちらは私と一緒に、はい、チーズできますのでね、そちらもあります。さんに会うこと楽しみに過ごしています。私もです。嬉しい。私もみんなに会えることを楽しみにしています。なんかファンの人に会うたびにもっと頑張ろうって思えるので、頑張るぞ。おお。カーブが勝った時だけ元気です。そうなの？似てるね私と。でも私は最近はそんなことないよ。その日のね、夜だけなんかそんなになんですよ。でもそれは結構みんなかもしれないですね。私のおじいちゃんとかカープ負けた日の夜もうめっちゃすねてすぐ寝るもん。そうですね。でも次の日の朝になったら切り替わって今日のカープはどんなかなって楽しみになる。でね、いや今日はめっちゃいい感じです。そう。結局プンプン丸になるけど、なんかこうはぶてちゃうんですよね。すねちゃう。そう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 、みんなそんな感じです。でもも私はもうそんなことはないけど、でもなんかその瞬間1時間ぐらいはちょっと嫌だなっていう気持ちになるけど、1時間ぐらいしたらちょっと切れ替わりますね。そう、1時間が1時間ぐらいですね。そうなんです。今日じゃないや、明日やっと頼んでた服がね届いて、届くって言われた。嬉しいです。すごい嬉しい。1ヶ月ぐらいかかったな。すごい嬉しいですね。やっと服着て過ごせる。毎日葉っぱ着てたから。嘘毎日ちょっと薄着を着ててね、街の人に変な目で見られてたので、明日届くみたいですね。すごい嬉しいです。もう着る服がなくて葉っぱ着てたのでね、秋服がないのでその辺の落ち葉拾って着てたのでよかった。あ、お花のアバターの人ハートありがとうございます。いやでもそれはまあ冗談としても、まあ普通に半袖とかね着ててね、すごい街の人にいっぱい見られたのでね、本当に良かったと思いました。そう、本当に良かったですね。本当に良かった。もうここ1週間ぐらいぐんって急に寒くなってさ、そう、それでもう街の人にすごいねチラって見られるしね、あ、声かけられるっていうか、まあ入ったお店とかでさ、うん、寒くないですかって言われたりとか、まあ寒くないですって言いながら苦笑いして寒いなって思いながらとか過ごしてきたので、でも1週間前まではさ、こんなに
寒くなると思ってなかったから、そう全然秋の準備 してなかったんだけど、そう急に秋が来たからね、準備がちょっとできなかったんですよ。パジャマも半袖半ズボンで着てて、もう寒すぎて凍え死にそうだったので急に長袖出しましたし、ちょっともう少ししたらお布団もね、もうちょっとあったかいのを出したいなって思うけど、ちょっとそれだとガチの冬が来た時に死ぬ気がするので、ちょっとでも考え中だなって感じです。どんな服を買ったのですか？もう1ヶ月も前なので何頼んだか覚えてないです。本当に覚えてない。これはもう言いたくないとかじゃなくて本当に覚えてないんですね。そうそう本当に覚えてない。もう形も色も見た目も値段も何一つ覚えてないです。さっぱり覚えてない、何も覚えてない。もう本当に1ヶ月前のことなんてね覚えてないですね。その時の気分でね、あこのちょっと秋の服買わなきゃなって思って買っただけなので、ちょっと一切一切覚えてないですね。そう今週末急いで着替えです。あ衣替えか、今週末急いで衣替え、確かに急がないとですね。そう本当に、そう届いた時にちょっと楽しみにする感じにはなってしまうんですけど届いた時のお楽しみですかね。それはちょっともう誰にもわからない神様の味噌汁感じになってしまうんですけれども、ちょっと仕方がないという感じですね。うん、悲しいといえば悲しいですけれども楽しみですね。そうです、本当にサラサラ覚えてない、何も覚えてない、うん覚えてない、覚えてない、覚えてない、覚えてないよ。みんなが今思っていることは眠たいなーでしょ眠たいなって思ってますでしょ。夏服、でも夏服結構好きなんですよね私は。そう夏服ね好きだからね、夏服はいいよね。そう夏服ちょっと着たいですけれど、もう着れない、寒くて、もう家も急に寒くなりました。例えるなら北海道ですね。はい寒い小腹が空いたな、小腹空いたの、いきなり面白い、なんか面白いこと言ったかな私、記憶がないですね。記憶がない、記憶がない。カンガルーでも買ってカンガルーのポッケの中にちょっと入ってみたいですね。人間入れるのかな。でもなんかカンガルーのさ赤さんがさ入ってるじゃないですか、あのペンギンの、ペンギンじゃないや、カンガルー、カンガルーとペンギン似すぎて名前間違えるんですけど、カンガルーのお腹になんかポッケみたいなのあるじゃないですか、あれにさなんかカンガルーの赤さんがさ入っててさ、なんか結構でもでかいじゃないですか、なんか人間の赤ちゃんぐらいならさなんかねじ入れられそうじゃないですか。ち
ちょっと私ぐらい大きくなるとさ、ちょっと無理かもしれないけどさ、なんか人間の赤さんならさいけそうじゃないですか。なんか同じぐらいのサイズだから、ちょっと私も入りたいです。めっちゃあったかそうですね。なんか似てるよね。いや似てるよ、ペンギンとカンガルーって。なんかさ歩き方めっちゃ似てる。なんかこう重心がもうおへそより3メートルぐらい下にある感じの歩き方をする感じが似てますね。あさって寒いのに名古屋港で花火鑑賞。いやあさって名古屋港で花火上がるんですか。それはすごいですね。カンガルーってあるカンガルー歩きますよね。なんか肝座ってる歩き方しません？あれ私違う動物言ってんのかな。カンガルー見たことないからわかんないな。生カンガルー、あ見たことありました、ありましたありました、ごめんなさい。なんかすごい、でもなんか生き生きしたカンガルー見てないんですよね。なんか動物園にいらっしゃるカンガルー見たことあるんですけど、なんかすごい気だるそうにしてますね。生き生きしているところ見たことないからさ、そのカンガルーっていうものがさ、このカンガルーなんだろうな、パッて言われるカンガルーがさ、もうなんか寝てるカンガルーしか思い浮かばないんですよ。そうだからさ、そう歩いてるカンガルーしか見たことなくてさ、ぴょんぴょん飛び跳ねるカンガルーをちゃんと見たことがないからさ、だからペンギンとカンガルー間違える。ペンギンもなんかさ、こうなんだろう、水族館とか動物園にいるペンギンですよ。なんかこうみんなでこう集まってこうこうしてるだけじゃないですか。そうだからなんか似てる、群れになってこうのんびりしてる感じのイメージが似てるからさ、だからこう頭の中でこう一致しちゃいました、カンガルーとペンギンが。わかんない、あんまり見たことないけどそんなにまじまじと。そうなんだかな。なんだかなって感じですけれども、で無双にしてる動物園の動物は。そう、動物園の動物はねもう一生野生に帰れないんでしょうね。のんびりしてるからね。カンガルーかわいいよね。ピグレットだっけ、ピグレットは違うか。プーさんにカンガルーみたいな、なんか変な茶色の生き物出てきません？ピグレット、ピグレットは違うな。ピグレットは豚だ。なんだろう、いや出てくる出てくる、プーさんに出てくるなんか茶色い犬みたいなやつってカンガルーですよね。あれカンガルー以外はちょっと考えられない。ティガーじゃなくて、ティガーはタイガーだ。ティガーはトラ、トラじゃなくてあれの名前なんて言うんだろう、なんか存在感すごいのに名前の存在感なくて覚えてられない。ピグレットとティガーとプーしか知らないなんだろうね、誰も知らなかったらもうかわいそう。うん、なんだろうね。うん、プーさんの仲間にさ一人いますよね、茶色いやつ。はあ、まあ
覚えてもらえないので、好きになってあげましょうね。みんな覚えてあげましょう。カンガトル、いや違う、2匹いないはずです。私1匹しか見たことないです。カンガトルの1人しか見たことないです。私が見てた時のプーはまだ生まれてなかったのかな、じゃあ子供が。それか違うアニメを連想してるか、どっちかですね。パッと顔が出てこないです。だからちょっと、私のこれに似てる気もしますね。 こんな人なんですけど、お腹の袋、いやちょっと違うな、絶対に違う。2匹いなかったもんな、1人しか見たことなかったので多分違いますね。覚えてないですね。プーさんってなんだろうな、キャラクター、犬猫、親子で出てきて、わかんない、私一人しか見たことなかったですね。こういうなんか、しかも結構陽気だった気がします。イーイみたいなそれは違うか、ミッキーかな、いや違うな、そんなになんかディズニーとか詳しくないから、なんか全部がごっちゃになってますね。ミッキーかな、ミッキーに出てくるなんか陽気な犬みたいなのいますよね。ちょっと本当に詳しくないからわかんない。ディズニープリンセスは結構好きなんですけど、ディズニーは、ちゃんとわからない。ディズニーな、クマなんだ、クマのプー犬みたいなクマかわいい犬に見えるね。グーフィーかな、わかんないな、名前がわかんない。蜂蜜食べてるよ、クマ蜂蜜食べてるとこは私動物園で見たことないから、そう言われましてもわからない。クマはもうなんかね、何を食べてるかというとね、なんか変なご飯食べてるところしか見たことないですね。クマって本当に蜂蜜食べるのかな。動物園でツキノワグマとかが蜂蜜舐めてるとこ見たことない。犬と思った。グーフィーは何だろう、誰だろうな、分かんない。ミッキーさんとミニーさんとダッフィーさんとシェリーメイさんと、あとジェラトーニと、あと新しくまた出てきたんですよね、誰だっけな、あとデイジーとドナルドとドナルドとニモしかわかんない。ニモとドリと、あとは誰がいるかな、あとはサメ、あそれは USJ だあとはね、ディズニーのキャラクターで知ってるのはね、それぐらいかな。ラプンツェルとチップとデール、あそうだ、ジョーズでした、サメは USJ でした、違いました。そうだ、ジョーズは怖いですよ多分。
上手は怖いよみんな。そう、でもなんかファインディングニモの世界にジョーズが出てきたところでなんか別になんかすんなり受け入れられそうな雰囲気すごいですよね。なんかニモの映画やっててさ、ドゥルルンドゥルルンってさ、こうジョーズが出てきたところでそういうお話があったとしてもなんか普通にすんなり受け入れられそうな感じのなんかポテンシャルを持っておられますね、ジョーズさんは。そう、いけるよ。逆にニモがジョーズの世界に入ってもなんか対応できそうな感じしますけれども、そうそう、ディズニープリンセスはラプンツェルが好きなんですよ。私はね、まあちょっと23歳なんですけどもね、家のものね全部ラプンツェルで揃えてるんですよちょっと変えなきゃなって思うんですけどね、可愛いんですよね。そう、ベッドシーツも枕も枕カバーもお布団も全部ねラプンツェルで揃えてしまったんですよねそう、ディズニープリンセスはすごい好きなんです。ラプンツェルはすごい好きですね。結構ねグッズとかもねラプンツェルのものねいっぱいあります。実家に多いかな。そう、ディズニーランド行った時とかもラプンツェルのものは絶対買いますね。可愛いんですよラプンツェルさんは。そうそう、買えなきゃなって思うんですけど可愛いなって思っていますね。ポニョ、ポニョは広島の鞆の浦が舞台。ポニョ、ポニョにね藤本さんっていう男の人が出てくるんですよ。だからちょっと親近感ありますね。だけどポニョは見たことありません、助けてお花のアバターの人、ハートのギフトありがとうございます。そうだからね、あの SKE48 のファンクラブの開放誌の時ラプンツェルになったんですよ。そう、そう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 、これめっちゃラプンツェル意識しました。そう、髪型もラプンツェルみたいにしてくださいってねメイクさんに頼んだし、このなんかドレスもちょっと分かりにくいんですけど、これ紫のドレスなんですよこれ。それで花がいっぱいついてて、そうで、ラプンツェルこういう髪型してるんですよ。これはちょっと見た人にしかわからないと思うんですけど、映画そうラプンツェルが好きすぎてラプンツェルになったんですよね。ドレスも何着かあって自分でこう決められるんですけど、一番ラプンツェルに似てる、超ラプンツェルなんですよ本当に。なんかラプンツェル本当にこういうドレス着てるんですよ本当に。そう、本当にそうなの、本当にね。紫のちょっとこれ今見にくいんですけど、紫のドレスをね着ててね、ラプンツェルさんは。そう、これねちょっと光で飛んでるんですけどね、あの紫なのこれドレスで、髪型もねラプンツェルみたいにしてくださいって言ってねラプンツェルにしてもらったの。そう、これはちょっとラプンツェルがね好きすぎてねラプンツェルにしたんですよ。でも結構ねちゃんとした真っ白のドレスとか、その真っ赤なドレスとかいろいろあったんですけど、ちょっとねラプンツェルがね好きなのでね、ラプンツェルにねなりました。そう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 、
その最後はね自分でねジョキってね切っちゃうんですよ。そう自分でジョキってね切ってねショートカットになってしまうんですけれどもね。でも実際私も中学校の頃あれぐらいの長さだったな。ラプンツェル画像切って切ったぐらいの長さだったけど今はすごい長いです。とってもとっても長いです。そうなのね。今はちょっとねまだコロナが落ち着いたらの話なんですけどいつかディズニーランドにいたらラプンツェルの光るポップコーンバケットがあるんですよ。そうディズニーランド行ったら結構ちゃんとポップコーンバケット、ね、買う人と買わない人いるじゃないですか。あの紙のパックに入ってるやつとポップコーンバケットプラスチックのやつ買って首から下げてポップコーン食べる人いると思うんですけど私はポップコーンバケット買って首から下げて食べる派なんですよ毎回。そうラプンツェルのポップコーンバケットが出て夜になると光るんですよ。で夜はなんかあの間接照明として使えてでディズニーランド行った時はなんかポップコーン食べるように使えるし家に帰ってきて洗ったら間接照明になるよみたいなポップコーンバケットがもう欲しくてコロナが落ち着いたら絶対行ってそれをゲットするのがね夢です。私が一番好きなポップコーンの味はキャラメルですね。ポップコーン買うときほぼキャラメル買います。そうキャラメルが好きです。ポップコーンの味の中で一番そうみんなは何が好きですか。塩とかもあるけどなんかキャラメルが好きです。美味しいです。チキンは毎回食べるな。チキンは食べたことないです。いやあないかな。塩とキャラメルわかんないけどでも映画館とか行ってもキャラメル味があったらキャラメル味を買いますね。他の味はね冒険したことないです。私は塩はあるかな。あとなんかなんだろうな覚えてないや。ポップコーン見るときはキャラメルを買いますね。そうでも映画館行くときはね食べないなあんまり。そうどれぐらい行けてない、どれぐらい行けてないかな。最後に行ったのは大学1年生で女子4人旅、3人旅だで行った。4人か3人かで行った気がするから20歳、4年ぐらい行ってないのかな。大学生になって割とすぐにディズニーランド行った気がするけど4年ぐらい行ってないかな。でも映画館に行って食べるときはもう買わないですね私は。それがあの宣伝の時に食べて本編始まったら食べないかですね。私なんかこう本編を見ながらこう飲食したりしてさ両方できる人ってすごいなって思いますね。ポップコーン食べ始めるとポップコーンばっかりに集中しちゃって全然本編入ってこなかったんですよ一回。あとチュロスとか、まあ、チキンとかちょっと売ってるじゃないですか。そういう食べ物とかあとなんか食べ物お食事系のやつナゲットとか売ってたりするところでさ食べながらさ見てたらさなんか食事に集中しちゃってさ全然さ映画に集中できなくてさもう食べるのやめようって思ってね結構それは早い段階で気づいた気がする。中学生とか高校生ぐらいの時にそれに気づいてもうそれ以来はもう何も持たずに入ってますね。そうそうそうなんかこう
身が入らないんですよ、食べることに集中して。そう、そうですね。あとでも人が食べてる音、なんかすごい人気の時間とか混んでる映画館とかだと、人と人の距離がね、今はコロナだからめっちゃディスタンスはあるけどさ、コロナ禍じゃない時はすごいキツキツで、真隣とかにも人入るじゃないですか。真隣の人がポップコーンとかご飯とか食べながら見てたら、なんかすごい咀嚼音が好きじゃなくて、人の、そう、今 ASMR とか流行ってると思うんですけど、人のね食べる咀嚼音が好きじゃなくて、それでね全然集中できないので、だからなるべくね夜遅い時間だったり朝一番とかに行ったりします、映画は。そして自分も食べないし、横の人も食べなかったらすごい嬉しいなって思います。そう、そうなんですよ、思いますね。自分自身が食べててもすごいなんか集中できなくなるんですよね。あとこのポップコーンとかをこう撮ってる間にすごい面白いシーンが来たらどうしたらいいんだろうって思いません？そう、ちょっと一瞬ですけど、私多分映画をこうやって見ながらこうノールックでポップコーンを撮って口に運ぶんだら、もう手が当たって絶対映画館中にポップコーンぶちまける未来しか見えてないので、絶対こう目視してから撮らないと、もう絶対ぶちまけるんですよ、もう分かってるんですよ、手が当たることはね、本当によくこぼすので。そうだから、このポップコーン撮るこの一瞬で超面白いことが起きてたらすごいもったいないなと思ってそんなことないと思うんですけど、そんなことあるかもしれないじゃないですか。そうだから、そう本当にねこぼすの、もう やるのよ私、結構ガッチャン系ね。そうだから本当にそういうね、ノールック食べられる人はね買って食べたらいいと思いますけど、私こうポップコーンとか食べ物をこう撮る時に見ている間にめっちゃ面白いこと起きたりとか、すごい感動的なシーンになったら、その1秒に詰まってるかもしれませんのでねそう、こぼすんです。上演中に寝たことある、でも申し訳ないけどね、ある本当に申し訳ないけどありますね。でもそれは高校生ぐらいだった時かな。で難しいですよね映画でね、友達と見に行こうでなんて、なんか自分もこの映画を見に行こうかな、で相手を見に行こうかなって思ってるんだよね、でそこで2人で会話が成り立ってじゃあ行こうならわかるけど、2人がこう集まって何する、映画にする、どれにするってそこで決める場合さ、2人ともさ違う候補があってどっちかに合わせて見に行く時ってさ、まあねやっぱりなんかってなったりするじゃないですか。そう、見に行きたい人同士が見に行くんだったらなんかいいけど、合わせた場合なんかこうなんか最後まで身が入らずに途中で切れてしまって寝ちゃったりするしたことはありますね。でもめちゃくちゃ数秒ですけどあ、数回ですけど、そうそうそう、私は結構感動系の映画が好きなんですよね。そう、なかなか難しいですよね。見に行きたい映画が一緒だったらね、すご
ごくいいと思うんですけど。ずっと一人で、いやでも私も大学受験が先に終わって時間があった時は毎日映画館に行ってたので、もう毎日映画館に行きすぎて、映画館のあの CM の順番まで覚えて、あこの CM ちょっと怖いやつ来るから耳塞いどこうとか、あ次も爆弾の音から始まる CM だとか、あのゴジラの足音鳴る演出だとか、全部順番覚えるぐらい通ってた時ありましたけどね。おすすめの映画ありますか、おすすめの映画ありますかって聞かれても覚えてないので、なんでしょう。どれも良くて全部上書きされるんですよね、良かった映画が。これが一番っていうのはちょっと難しいですけどね。名古屋が舞台のコナン、あ見に行きました。ミッさんとモモタンと一緒に見に行った、3人でコナン。コナンって賢いなって思いました。なんだろうな、でもすごい泣いたのはルーキーズの映画はすごい泣いたけど、あれはでもパッて映画だけ見るより、なんかドラマを全編ちゃんと見てから行ったらもう感動加減が違うので、まずはネットフリックスとかで上がってるドラマを1話から全部見て、その上で映画を見たらもう涙で湖ができるほど泣けますね。そうだな、すごい感動したのはって言われたらそうですかね。鬼滅ももちろんすごい感動しました。やっぱあとトトロかな、トトロはもう絶対いいと思います。リメンバーミー、リメンバーミー見たことないな。ポップコーンのセットのドリンクは何？メロンソーダです。メロンソーダしか飲まないです、外食したら、レストランでも。ついこの間も飲みました、メロンソーダ。どこ行く時もメロンソーダしか飲まない、嘘。それはちょっと嘘です。鬼滅もね、ミュージカル映画見に行く。ミュージカル映画ってなんだろう、でもミュージカル映画では私さ、劇団四季ってさ名古屋にあるじゃないですか、専用劇場が。あれもう本当に見に行きたいんですよね。どうしたらいいですかね。まあ見に行きなさいよって思いますよね。見に行きます。なんか広島とかは劇団四季さんがこうなんだろうな、まあコンサート会場とかみたいにそういうところで来てくださって、なんとかホールみたいな、こう巡業みたいな形であの広島に来てくださった時にこうロングラン公演とか1ヶ月とか2ヶ月とかずっとその期間は見れるよみたいな感じなんですけど、だけどまあその期間が終わるともう他のね場所に移動しちゃうんですけど、名古屋に来てびっくりしたのは専用の劇場があるのでもう行けるじゃないですか。ほんと行きたいんですよね。うん、それは感動しました。ちょっとライオンキング見たいです。もう終わるのかな、終わるかな。ライオンキングを見たいですね。見たことある気がする。あ、キャッツかな、見たことあるな。そう、見たいです。せっかくあるなら。え、どういう感じであるんだろう。毎日365日やってるのかな、名古屋の劇場は。どうなんだろう。ローカル話題、来年は林選手。来年はっていうよりも、今日も来てましたけどね。今日すごく活躍されてました。しかも20歳、私のもう3個も下。
きますよね。劇団四季めっちゃいいよ。昔リトルマーメイド見て、リトルマーメイドいいね。リトルマーメイド大好き、かわいい、いいね。リトルマーメイドのさ主人公なんてな、なんていう名前なんだっけアナじゃなくてエルサじゃなくて誰だっけ、赤髪の、赤毛のアンじゃない、赤毛の人魚姫なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、そうアリエルだそうアリエル可愛いよね。そうだそうだ、赤毛の女の子いっぱいいるから名前がごっちゃになっちゃった。いや、そんなにいないか。アリエルさんですね。アリエル可愛いよね。すごい、人間ができるんだ劇団四季で、すごいね。アリエルになりたい私も。髪の色をいつか奇抜な色に染めてみたいですよね。一生に一回でいいから、いつかいつかいつかやってみたいですね。やったことないんでね。ブリーチとかしてみたいです、いつか。そう、死ぬまでにはやってみたいですね。うん、やったことないこといろいろしたいですね。君の名は、君の名は見ました、私も。何色かな、何色でもいいけどなんかしてみたいですね。パープルにしてるおばあちゃん、いや私のおばあちゃんは昔紫の髪にしてたな。君の名はいつだったっけな、見に行ったの結構昔だな。いや映画見てないのか、ドラマで見たのかテレビで見たのか見に行ったのか忘れたけど、え見に行ったっけな、忘れたけど、とりあえず見ました。君の名は希望、嘘です。はい、終わろうかな、そろそろ。ありがとうございました、皆様、皆様ありがとうございました。楽しかったです。明日も金曜日なので頑張りましょう、一緒に。私も早起き頑張ります。みんなも早起き頑張ってくださいね。バイバーイ。